はい、それでは表題について長岡技術科学大学の勝田が発表します。まず概要ですが、近年 NER のモデルというのは割と2つのモデルがそのよく使われていて、まあ、その両どっちかがまず最先端みたいな感じで使われています。ただまあそれはまあ個々の研究ではまあこっちの方が数値的には大きいからそっちが最先端だみたいなことでその論文では言ってるんですけど、まあ、実際にそれが本当にそっちの方が統計的に優位な差があるのかっていったようなことを、まあ、で NER 自体がそのニューラル的な今手法で最先端になっているってことで、その数値が本当に意味があるものなのかっていうのを実際に検証してみようと。でそれにと同時にハイパーパラメータなんかも一緒にちゃんとそのチューニングとかを行って、そのハイパーパラメータごとのその実際にそのニューラルにでの、まあ、どれだけのどれだけ影響を与えるのかっていうのを、まあ、ちゃんと調べていこうっていうような論文なんですけど、まあ、その一応その論文自体 全部の実験をしたっていう論文は上がってるんですけど、今回説明するのはそれをさらになんか要約したようなものです。なんか一応調べるとその40枚ぐらいの論文っていうのはあるんですけど、まあ、このENNP に投稿しているのはそれをなんかさらに要約して10枚程度に収めているものです。で、まあ、イントロなんですけど、まあ、一応そのモデルとしてはディープニューラルネットワークの枠組みで、まあ、NLP が結構その最先端になっているものが多いと。で今回のあのシーケンスタギングのものとかディペンデンシーパージングマシントランスレーションといったのが結構そのディープラーニングで使われているもので、ただそのディープラーニングディープニューラルネットワーク自体はその学習が初期値や学習データのシャッフルドロップアウトのようなそのランダムに依存することが多いんです。でこの、その NER のモデルの実際に、何回統計的に F 値を出してみても、その実際に優位差がないっていうような状態データを見てもその F 値は結構 1% ぐらいは変動が起きるっていうのがなんかこの実験では出ていますというので、実際にそのランダムシードが及ぼす影響というのを調査し、その NER のタスク5つのタスクでそれぞれ調査したりしています。で実際にそのどれだけそのランダムが影響を及ぼしているのかっていうので、今その最先端ってなっている2つのモデルがそのこの上のキャラクターエンベディングを CNN で行って、その出力をとワードエンベディングを結合したものを LSTM に入れて CRF にかけるっていうのが一応 91.21 ってことで今の最先端っていうのが論文ではなってるんですけど、まあ、それとそのキャラクターエンベディングも LSTM にでさらに上に LSTM、CRF としたモデルとの、まあ、比較を今回統計的に行っています。で実際にその統計を行ってみると、個々の論文で出した数値では、まあ、このCRF を使ったんじゃない CNN を使った方が良かったっていう結果なんですけど、実際にその分布を取ってみると LSTM を使った方がその中央値この中央値や、MAX っていうのは高いというような結果が得られたということで、まあ、実際はその 逆なんじゃないかっていうことがこの結果では示されています。で次にそれぞれのタスクにおいてその分布っていうのを調べてみると、まあ、そのデータセットっていうのは実際にその使ったデータで、まあ、そのタスクごとでも分布は結構違ってくるっていうので、エンティティというタスクではかなり差は出るんですけど、ジャンキングではあんまり出ないっていったような結果が出ています。で
実際に それぞれのパラメーターとかをいろいろいじってやっていくんですけど、まあ、モデルとしてまず5つのタスクがあって、でモデルとしてはその、右側からそのキャラクターエンベディングがそもそもない使ってない LSTMCRF だけのモデルと、まあ、さっきのキャラクターに CRF を使ったものと LSTM を使ったものっていうのを、まあ、比較していこうと。で、まあ、オプティマイザーもそれぞれいろんなものを試したり、まあ、なんかキャラク、まあ、ラベルも BIO や IOBES を使ったり、ワードエンベディングもそれぞれどういうのが一番よく効くのかといったことや、その後ドロップボックスし、まあ、いろいろと、まあ、パラメータをいじって今回試しています。でまずグラスファイアで CRF とソフトマックスのについての、結果なんですけど、まあ、これを見ると、まあ、大体は CRF の方が良かったと。ただ、まあ、イベントの方に関してはソフトマックスの方が結果的には高いというような数値が出ています。でこの図はちょっと見づらいかもしれないですけど、横軸が LSTM レイヤーのを指してて、まあ、ソフトマックスだと CRF を 1層だけ入れた状態だと低いんですけど、なんか2層にするとソフトマックスの方は一番高くなるってことで、で、まあ、あんまりこう系列的なものはソフトマックスが、まあ、こうあんまり計算できてないというか、まあ、LSTM に2つかました方が精度は良いというような結果が出ています。で、はい、次にワードエンベディングなんですけど、これだと、そのフォスとかが基本的にこのモデルっていうのが一番いいという結果が出ていて、そのそれぞれの結構エンベディングによっても かなり違いは出ているっていうようなことが結果として表されています。でキャラクターのありなしとかなんですけど、まあそもそもまあ、なしはやっぱり一番低いというような結果になっていて、ただそのタスクによっては CNN がいいのか LSTM がいいのかっていうのは結構分かれて、でアベレージを取ると一応 CNN の方が、まあ、この場合はいいという結果が得られています。でまあ、その他、まあ、なんかここら辺はもうあのページ的な感じであんまり詳しく書かれてなかったんですけど、オプティマイザーは NER の場合はなんか N ラムダが良かったということや、グラディエ、勾配はノーマライゼーションした方が良かった、ドロップアウトは 83.5% が山等々で、まあ、バッチサイズは小さい場合は1から16で、データセットが大きい場合は8から32だと結構いい数字が、でデータセットが小さい場合で32を試すともう一番悪い結果が得られたっていうようなことが書いてありました。で、まあ、まとめになるんですけど、まあ、今回は一応そのスコアの分布っていうのをちゃんと調べて、その NER 自体はその単体でテストした数値を出すんではなくて、ちゃんとこのような感じで分布を出すことで、そのアプローチがちゃんと正確に評価できるだろうということを今回は示しています。で、まあ、今後の予定としてはその依存関係をちゃんと明確にすれば、新しくタスクで、まあ、実装するときでもチューニングをするコストっていうのは少なくできるんじゃないかってことで、そのタスクにおけるハイパーパラメーターの依存関係というのを詳しく調べていこうというふうにしています。以上で発表を終わります。